赤色の線が偽十字。ホザカッパ星と流骨材イプシロン星を結んだ線が十字の重線。ホザデルタ星と流骨材オタ星を結んだ線が十字の王線になる。偽十字とは南半球で見られる十字型の星の配列。偽十字は、を結んで描かれるもので、正式な星座ではない。一般に十字型の星の配列としては、 南十字座が有名だが、こちらは一等星が2個、二等星が1個、三等星が1個と、個々の明るさがバラバラなのに対して、偽十字は、すべて二等星と明るさが揃っている上に、大きさ自体が南十字座より大きいこともあって、特に初見のものはこちらを、南十字座と勘違いすることが多い。実際の南十字座は、すぐ近くに、 目印となる二つの一等星が並んでいるため、これを見つけることで判別できる。17世紀前半に南方へ往来した天竺特命が89歳の時表したという天竺特命物語には、甘川に,について、ここ南の方に大きく留すと、去る星でこう、これまでは日本の北斗の星を見立て、時計を持って方向を伺い走り去るこう、ここより大きく留す。 小さくるスと、猿二世を考え走り去る幸運んとある。新村では、大きくるスを、偽十字、小さくるスを、南十字星化と介しており、日本で、偽十字について記された、ケウな古文献と見られる。ありがとうございます。